始まるよ始まるよ始まるよ。はい、本日2度目のコンアロマつい先ぶりだけどあ、はずみさんいらっしゃいませ。ちょっと待ってね、待ってね、ちょっと戻りますね。あ、シエルさん、あ、待って、動いてない。シエルさんいらっしゃい。はつみさん、桜のアロマと申します。今日ね、バイオビレッジ1時間やっていくので、もしよかったらゆっくりしていってください。あ、コンアロマー、コンアロマー、今下の方に戻ってきたよ、コンアロマーはい、というわけでこちらですよ、バイオハザードビレッジね。これはね、あのセブンと同じで、まあセブンの続編なんだけど、FPS なんで、ちょっと酔う方は気をつけてくださいね。私も酔うので、飲み薬飲んできてるんでね。私は大丈夫なんだけど。はい。コンアロマ、また遊びに来ました。ありがとう。ありがとうね。というわけでね。1時間しかできないから、ね。あんまり悠長にしてられないけど。ま、これから1時間だからね。今はまだ悠長にしてられる。コンアロ、ありがとう。酔い止め準備、そうだよ、無理せずやってもらってありがとうね。コンアロマまた来ました、ありがとう。お、はつみさんいらっしゃい。ペーパー、あー、ごめん、パ
パウンさんでいいの？パアンさんなの？それとも、ごめんね、教えてもらえたら覚える。桜のアロマと申します。ホラーゲームを主に実況させていただいてます。もしよければゆっくりしてってください。ゲーム用意する人されて、そう、本当に無理しないでね、無理しないで。30分は迷子ですか？それはやだな。せっかく最新作ができるのに、そう、1時間でどこまでできるかですよ。さあ、というわけでやってきますかね。頑張りましょう。ん？これでいいんだよね。これでいいんだよね。はい、来ました。いや、1時間といえど、私は、スタンダード。はい、60分限定でプレイすることができます。この体験版はオンラインでのみプレイすることができます。この体験版は進行状況任意でセーブロードすることはできませんということですね。はい、60分間限定です。いきましょう。カルマ、失踪したマナ娘ローズを探して荒れ果てた村に迷い込んだイーさん、あてどなくさまよい歩く中で不気味な老婆と出会うが、というわけですね。はあ、お城が見えますね。また広そうなマップですが、大丈夫かな、大丈夫かな。さあ、スタンダードだよ。村と城のね、2種類あるって私も聞いたけど、これってどっちだった？今、村とか城って選べたん？今、あ、とりあえず行ってみる、とりあえず行ってみる。再びコンアロマありがとう。あ、コンアロマありがとうね。よし、行こう。これから1時間。生にも死にも栄光を与えん。おばあちゃん。ああ、ドックロ。ここにいると危険だ。ドクドク。何を。おい、聞こえてるのか。そうなったか。あの子の父親だな。すごい。まさかローズがここにいるのか。目が、そうともローズじゃ。目が透き通ってる。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか。どの化け物かちょっと私まだ把握できてないけど、城の神が災いを告げておる、うん、奴らが来るぞ。どなたですか。待て、ローズは、マザーミランダって。待って、待って、ねいや、そこ閉めるの、おかしくない？だってここってさ、出口とかじゃないの？なんで閉めるの？ローズがここに？いや、動ける？いや、待って、おかしいでしょ、あのおばあちゃん、なんで？さては敵か。噂だと、割とストーリー部分が長いらしい。あ、そうなんだ。待って待って、1時間しかないんだよ。広す、マップ使える。戦乙女の像。いや、結構来るかもしんないね、これ。みんなほんと注意してね。うお、何この、なんか呼び起こしましたみたいな。誰もいない、誰もいないけど、ベッドが乱れてる。何、こんなとこに皿飾る？私は飾らないけど。単純な鍵がかかっている。私あれ毎回思うんだけどさ、単純な鍵じゃないのって何なの。だから、あ、なんかあるよ。おお、雷観よ、おとぎ話の悪魔の狼どもよ、我らを喰らいに来るがよい、血肉を喰らいに来るがよい。これはさ、その雷観っていうのを呼び起こしちゃったのかな。あ、なんかある、薬液。この時点で薬液手に入んの。へえ、でもなんかやっぱ違うね。こんな感じなんだ。今ちょっと喉グーってなったけど気にしないでね。聞こえてないか、聞こえてないよね、みんなね。拳で開けるか。拳で開けられたらね、拳で開けてたよ、私だって。海外の食器棚はあんな感じ。そうなんだ。そう聞くとおしゃれだね。はあ、これがあの戦乙女のうんたらかんた、何でしたっけ、戦乙女の像か、そのまんまだった。いやー、
これなんて、はい、はい。読めなかったわ普通に。あれなんて読むの？いやいけない、いけないらしいです。いやでも綺麗だ。はあ。だってちゃんと見て、雪。こっちは？あ、こっちも行けない。なんかないの？なんでこここんなガシャになってるの？何？なんかあるね。何か道具が必要だ。道具か。え？ここ？行けないんかい。あ、なんかある？スクラップ A とは？見るか、ちょっとだけ。え、ないじゃん。どこ？あ、ん？ハンドガンの弾作るときに必要なんだって。へぇ。雪合戦しましょう。まあ雪合戦楽しいけどね。ぼっちは通りたくない。走る、走ってる。あー、カラスが、カラスがたくさんいる。カラスが、これ何？ヤギだ。目ごめん、なんでもない。村を守る魔除けのヤギをお捧げする。壊したりすればミランダ様の罰が下ろうぞ。ミランダ様かわいいけどな、ヤギ。いや雪だな、雪合戦したくなるな。こんなに雪が。何あれ、何落ちてんの？もらえなかった。え、どこ行けばいいんだろう。墓地になんかないの？ヤギもどき、気のせいじゃない？雪玉で倒すのが強いね。どんだけ硬い雪玉。あ、なんかある。どんだけ、ハーブだ。どんだけ硬い雪玉作っちゃったの。え、私薬液持ってたよね。あ、違う、回復薬なんだ。じゃあいいか。雪なくなったばっかじゃん。まあそうだね。この先が城か。うん、あ、ここか。ここが城の先。なんかあんね。なんか入れんだろうね。ここはなんか村だね。村編でしたね。まあまあまあ村編やろうとしてたから。ね、めっちゃ草感あるね。この、あ、ハーブどこ行った？これだ。これ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 。あ、って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 。これこれね。このやつ。確かに。ハーブ見当つかないかもしれないな、実際あっても。ここも道具が必要ですと。ハーブはマジでね、命を救うからね。え？ここは行けるの？あ、行けないんだ。なんだ。この家は入れるんかな。え、ヤギバイオセブンの？あ、人形やラクーンくんみたいなやつ。そうなんだ、あのヤギが。え、じゃあやってた方が良かった。あ、間違えた。これがカバ。あ、ちゃんと指輪してるね、イーさん。素敵だ。ミアは出てくるのかな。なんか巫女のクレスト。怖い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 。なんか BGM が怖い。これさっきの丸いやつ入れるとこ。へえ。ああ、なんかある。薬剤から城を守るためクレストを覚醒。一つは小教会に、一つは屋敷のルイザに託すこと。ねえ、地図読めないって言ってるじゃん。一つは小教会に、一つは屋敷のルイザ。小教会がここ
屋敷のルイザとは。ここってどこ？ここってどこ？ここ通ったとこ？ここ通ったとこか。行ってないとこは？ある？ね、誰もいないね。確かに。え、イーさんはさ、ローズを、あ、こっち行けそう？行けそうだね。ローズを探しに来たわけじゃん。あ、なんかある。どこら辺から敵出てくるんだろう。なにこれ。穀物袋。これ使うのかな。迷いにはまだ早い。待って待って、今スクラップ。オッケー。もう敵いる？不穏な音がするんだけど、銃ある。よし。来るなこれ。すでに？撃ったら目くら回しできる。あー、ハンドガンと。さっきのあの小麦粉が。へー、そうなんだ。え、これでも使うのもったいなくない？こっちでしょ、多分。なにこれ？地雷！え、爆弾みたいなこと？ま、爆弾みたいなこと。ガンパウダー。弾作っといた方がいいかな？あ、作れなかった。2個ずつ必要なんだ。結構だね。ね、画質綺麗だね、やっぱり。いや、絶対いるでしょ。こっちでいいの？何あの、なんかおぞましいかかしみたいなやつ。あ、宿題しながら気づき気になっちゃうな。いやー、ごめんね、邪魔してたね。ごめんごめん。いいよ、ちょっとゆっくりあの宿題やってもらう。1体じゃない。村人なのあいつらは。しゃがめる。ね、これでワンチャン隠れていけない。私あの平和主義だからさ、陰キャはみんな大体、いや陰キャじゃなくてもだけどさ、みんな平和主義だと思っているのよ。戦いはさ、ほっとする。避けて通ってもよろしいのではなかろうかと思うのですが、いかがです？ここがどこかもわかんないんだけど、あそこの家行けばいいんでしょう、とりあえず。声しなくなった。近づいてる。ちょ、なんか音する。よ、陽キャさんってさ、よくさ、いや私のは、あの偏見だけど、真っ先にやりに行くでしょ。びっくりした、今なんか来たかと思った。大丈夫。ここどこ？音する。いやー、待って、まだ何も。いる。バレた？もしや、バレてない？待って。
閉めて。お願い。いや、めっちゃ血ついてる。ここで何を。近づくな。お願い、傷つけないで。怪我してる？大丈夫、何もしやしない。まともな人に会えてよかった。他に生存者は？いえ、みんなルイザの家よ。でも誰も門を開けてくれないの。口を聞くな、そいつはよそ者だぞ。ルイザってさっき言ってたっけ、地図の。急がないと1時間しかない。歩けそうか。間違いない、間違いないね。ダメ、化け物に襲われたの。そうだね。ひどい出血で、ルイザの家に連れて行かないと。静かに。今までとまた違った化け物だったな。ここに隠れて静かにしてろ。めっちゃ毛生えてなかった。俺が門を開けるまで動くな。ルイザの屋敷に入る。てか待って、ああ、私さ、あれ設定しなかったっけ、字幕、あ、間違えた。字幕の設定をしてたつもりだったんだけど、してなかったみたい。ごめん、あ、まだできないんだ。そうだよね、体験版だからか。じゃあこのままで。どっから行くの？そこから？いやー、辛そうだな。ここから急に来たりしないよね。乗り越える。なんでかんだ、あと40。お、マジでやばい、ちょっと待って。悪かったよ。行く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 。あ、強い。今回のEさん、なんかセブンより、あ、え、待って、え、どういう、え、こっち？アクティブじゃない？なんかあれ、開くの？ん？あ、開いた。そっちなんだね、開くの。薬液だけ？いや、なんか、え？いや、だけか。で？ここ？ここルイザの家？施錠されてる。あの二人の中に、まあそうだよね。あの二人を中に入れなきゃ。待って待って待って。これあれだ、必要なやつか。ネジを外せば開けられそうだ。ここ開けて大丈夫なの？イーさん左腕まだポッチキスで止まってるのかな。確かに。父さん急いで。頑張れ頑張れ。随分と。遅かったな。どういたしまして。でもさ、正直言っていい？あのさ、もうお怪我されてるじゃないですか、お父様。人に頼るのが苦手なの。気にしないで。まあまずいよね。ここは安全よね。違う？どうかな。外よりはマシだろうな。そうね。なあ、ここで一体何が起きてるんだ。めっちゃドア叩くやん。私にもわからない。マザーミランダのご加護があるはずなのに。誰も出やし。ドア、ドア。父さん。ダメだ。え、中に入らないと。だってよそ者なんでしょ、イーさん。ね、あなた方がそんなトントンして。また少しの辛抱よ、父さん。出てくれないところ私にどうしろという。アンさん、困ろう、遅れました。いや、まあまあ始まったばっかだから大丈夫ですよ。おい、誰かいるか。よその人じゃダメ。いや、そうだよね。ルイザ、ドアを開けて。エレナよ。あ、でも一回イーさんがやんないと開けてくれないんだ。叫ぶな、化け物が来るだろう。怖くない？落ち着いて。友達よ。下がれ。父さん、お願いユリアン、中に入れて。ダメだ、血の匂いで奴らが寄ってくる。このままじゃ父さんが死んじゃう。俺の知ったことじゃねえ。何の騒ぎ？こいつら死に損ないを家の中に入れようと。こいつらですって？彼らは友人よ。いい人そう。はい。こっち。めっちゃいい人そう。いや、ずっと銃向けてくれる。村の人じゃないわね。はい。違う。イーさんだ。ユリアン、見張りの仕事に戻りなさい。ユリアン。ほら、早く。
すごいかっこいい。いいわ、エレナの知り合いなら信じましょう。本当に？ついさっき会った。入っていいさ。え、めっちゃいい人じゃない？めっちゃいい人じゃない？待ってて、奥の様子を見てくる。え、あ、なんかある。ルイザ、また家畜がやられた。このままじゃ冬を越すのも無理だ。消えたエルネストもまだ見つかってない。ミランダ様、俺たちを見捨てたのか。何これは。ページをめくる。あ、はいはいはい。あ、待って待って。え、ちょっと待って待って。やめる。そんなお待たせするのは申し訳ない。早いな。いなくなっちゃったな。じゃあ見ててよかったのかな。結構思ったより広い。あ、止まってていただいて。さあ、みんな待ってるわ。あ、結構いる。いらっしゃる。なんだこいつは。よそ者が殺しに来たのか。黙って、アントン。二人を助けてくれたのよ。誰も助けなんて頼んじゃいない。どうぞイーサン、座って。ありがとうございます、親切に。無事だったの？村でこれだけか。まあでも確かに。無事だと？これのどこが無事だってんだ。動けもしねえ怪我人に。バカみてえに泣くしかできねえ女。お前もだ。血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがって。めっちゃお酒飲んでない。この家が安全だと。安全な場所なんかねえ。外の腰抜け連中もとっくにぶっ殺されてる。明日には。それお酒だよね絶対。明日には俺たちもみんな死ぬ。そいつのクソ天使みてえに泣くんじゃねえ。ロクサーナ、もうやめて。ここは代々私の家族を守り続けてきた家。酔っ払いであれ何であれ誰でも歓迎する。酔っ払いなんだ。ここにいれば安全。そうだよね。言ってろ。一体何が起こってるんだ。なあ、誰か教えてくれ。わからない。ただ普段通り静かに暮らしていたら、ある日突然化け物が現れて襲ってきた。何度もやってきて。待ってルイザ。それで旦那さんは？旦那さん、カタさん、こんばんは。彼はどこかに。ゆっくりしてってください。絶対に村の誰かに助けよ。ええ、そうよ、きっと助けを呼びに行ったの。祈りましょう、彼が私たちのため。そうね。さあ、てかさ、お父さん大丈夫なの？お父さん、お父さん、お手を差し伸べてきてるね。あ、こういう感じ。大いなるものよ、聞き入れたまえ。畏敬の念とともに捧げん。無限の闇より運命の定めしが我らに差し伸べられんことを。深夜の月が黒き翼で舞い上がるとき、我らは自らを犠牲とし、最後の明かりを待つのみ。生にも、え、何、大丈夫？死にもマザーミランダに栄光を捧げる。マザーミランダが信仰してるんだよね、きっと。エレナ手伝って。ん、大丈夫？その祈り前にも聞いた、墓場にいた老婆から。あ、本当覚えてないかもしれない。あのばあさんか。あのババアならもう完全にイカれちまってる。でもあの人はとても献身的よ、だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。慈愛に満ちてらっしゃる。ね、いや、来てるよね、来てるよね、絶対。いや、来てるよね。逃げるんだ。
確かに。いや、おお、エレナ、行っちゃダメだ。こっからどうやって。もう助からない。父さん。逃げよう。家が崩れる。え？え？待って。え？え？手遅れだったんだ。お父さんじゃなくなってた。もう放っておいて。ダメだ。ここから出よう。一緒に。ここには何かここから出ないと、ここから出ないと、ここから出ないと、ここから、あの、燃えてるね、燃えてるね。ハーブ、ハーブ大事。あとない？あるある。ショットガン大事。いやー、なんかある。トラックの鍵。あれ？ん？あ、え？ん？え？あ、はあ、そういうことか。ドライバー？え、ドライバーでどう？え、工具が必要ならキーホルダーから外してくれ。もうそれさ、先に聞きたかった。くらいかな。いや、これ回ってんじゃない？ちょ、急ごう。火の回りが早い。で？なんかセブンのさ、どうするつもり？離れてろ。こいつで。おじさんを思い出すね。この車を運転するところは私だけ。ほう。あ、ここ私動かさなくて平気。あー、無理みたいです。え、 R2 をこわー、うそー、そういう感じ。え、これでいけんの？えやば。ちょ、待って、そんな大丈夫？平気だ。無茶しすぎじゃない？もう一度。やばい。どうしたらいいの？上しかないな。上しかない？嘘、このまま行くの？いや、ゲホゲホしてる。手をつかめ、早く。でもイーサンって基本的にさ、女性に優しいよね。さあ行こう。心配ない。レディーファースト。煙を吸うなよ。優しい。分かってる。ありがとう、イーサン。ね。優しいのね。ちょ、待って、先行くわ。あなたの家族は無事だといいな。君にも紹介したいよ。あ、先行ったわ。え、どっどって、すごっ。こっちだ、行ける。あー、なるほどね、そっちから。見ろ、あそこから出られる。よかった。なんもないかな。だけど村は化け物だらけなのよ。まあ確かに。あんなに数がいたら逃げられっこない。いいか、諦めるんじゃない。娘を探す前に君を無事に避難させる。ローズはきっとあの城にいる。ダメよ、あの城に行けばあなたの命はないわ。そうなの？それに私一人なんて。父さん。それは聞いてないな。ダメだエレナ、あれはもうお父さんじゃない。私を呼んでる。やめろ、危ない。エレナさん、じっとしてろ。さあ、手を伸ばせ。やばいんじゃないの。イーサン言って。嘘でしょ。娘さんを救って。嘘でしょ。諦めるな。
ちだ。ええー、嘘、エルヌさん助かると思ってた。どうしてみんな死んじまうんだ。エルヌ、こんなのひどすぎる。最初から悲しいね。あ、今動ける。なんでこんな。飲まないかな。いやー高っ。え、なんなんだこの村。急に一体何が起こってるんだ。急に。くそ。はあ、最初から。え、高くない？ここ行くの？本当に行ってる。相変わらずの高さで。これが欲しいよね。やだね、一人ぼっちの呪いなんて。あ、なるほどね、そういうことか。これを使うのか。で、手に入れたね。あ、間違えた。これ B も押すとさ、なんかあの、あれミランダ様なの？え、あの方を。誰なんだ？あの方を信仰してらっしゃるの？ちょ、待って、銃は？オッケー。で、これね、めっちゃ金鳴ってる。また出てくんじゃないの？こっち行き止まりか？元の道戻らないといけないでしょ？突っ切ったらいけるかな？リアル。出てこない？もしや出てこない。なんだ、ちょっと片透かし。何？いないよね。あそこ見たもんね。おばあ、死んだ。そうと、みなに死が訪れたのじゃ。おばあちゃんよく無事だな。何？怖い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 。おばあちゃんが怖い。何？なんか来んの？来ないんだ。え、おばあちゃん、おばあちゃんなんで無事なの？特に何も話しかけられない。ひろちさんごめん、今来た。こんあろう。そんな装備で大丈夫か？嘘、ダメ？わかんない。あ、待って、なんか赤いよ。まだ取ってないのある？ん？なんか取ってないのある？おお、ちょっと待って、勝手にドアが開くのが怖い。いいのかな。まあいいか。だって2つ集めたもんね、なんかメダルみたいの。そうそう、これこれ、クレストだって。で、行けばいいんでしょ。問題ない？問題ないよね。そうだよね。おばあちゃんの眉間に一発決めとく。最低。あ、待って、私さ、おお、ちょっと待って、音がリアルなんだよ。ヤギやりたい。ヤギだけやらせて。あれやっていいんでしょ？すごっ！何その消え方？魔法みたいじゃん。
また新しい感じの。よしよしよし、これどっちがどっちなんの、こっち？はまったってことはいいのかな。ん？これで合ってる？あ、ちょっとずれた。でもそこちょっとずらしてくれんだね。じゃあまあまあまだ。あ、そらさんこんばろう。これ身体壊して。いやだってあれほら、あのね、ほら人形とかとさ同じって言われたからさ、壊しとかんと。え、待って、全然わからんのだけど。嘘、ちょっと待って、遠目で見よう、こういうのは。え、あ、ここか。あ、いけた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 。そばずる系苦手。うわ、そっか、ここが城の先なんだっけ。行けば命はないか。あ、何、あ、なるほど、ここがあれか、体験版のクリアか。30分30秒。あ、え、城行けるんじゃないねえ。おーおーおー、来たよ、来たね、映画みたいな。このメザムランダ、そうだね、この先は買ってねって感じかな。めっちゃ引きずられてるじゃん、めっちゃ引きずられてるじゃん。 Where are you? Where are you? Rose? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the... さっきの畑だね。はい、シリーズ最新作。綺麗な声だ。うわー、なんやー、うー、なんか変なのいたよね。だからそのマザーミランダなんだ。どうだろう、これマザーミランダ？え？いやー、なに？チーチー飲む人？さっきのとこ、あ、勝野隆さん出てくれたと思ったら終わった。今ね、村編が終わったみたいです。城編も行けたら行きますね。城編これよりちょっと難しい。アーマークリアまではちょっと難しいんじゃないかなって思うけど、頑張るね。うん、うん、いやー、なんか素早さそう、素早さそう。いやー、素早そうだったね。いや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 。うわ。I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me. Mia を殺すって。あれ、クリスさんだよね。あ、めっちゃ、ま、待って、めっちゃ喉鳴る。Thanks for playing.ミアミア、そっか、だからあんなに兄さんみんな死んじゃうって言ってたんだね。
さっきこっちやったからこっちでいいのかな、多分そうだよね。 OK、 こっちやろうか。あと25分14秒だって。はい、マナ娘ローザは城にいるかもしれない。希望を頼りにイーサンは村を見下ろす古城に足を踏み入れる。だがそこで待ち受けていたのは城の住人による恐るべき歓迎だったという感じですね。部下の暗視装置が最新型の、あれ最新型なんですね。バイオハザード1はねまだやってないね。見たことはあるかもしれない、もしかしたら。実況をね見るのが好きなんでね。これはい、動かせますね。さあ白編クリムゾングラス、はい、何に使うやつなのか。ドミトレスク夫人が使用してたシンクのワイングラス、換金アイテムらしいです。換金アイテムとかあるんだね。どこまで進めるかは分かりませんが、やってきますかね。ね、歓迎がおかしいよね。もうこれ歓迎された後だった感じでしょ多分。どういう歓迎の仕方されたんだろうね。施錠されてる、なんかあれね。北条の乙女たち、ここかな。いけそうだね。暗いのかな。暗そうだね。でもあっち明るい。え、これしゃがんでる。おお、ネズミ。ちょっとネズミランドからいらっしゃったんかな。ネズミランド行きたいな私も。よし、スクラップ。そろそろなんか作れないの。作れないみたい。なんか マリア様みたいな。オーバー。なんか今のグロくない。だからイーサンよう通れるんだよな、こんな細い道をな。意外走る気ましたね。イーサンは意外と華奢。村編と城編は持ち物が別です。なるほど、確か。え、じゃああんなに頑張って取ったのに意味なかった。どっち行けばいいか分かんないからとりあえず適当に進むね。なんかあるね。ガンパウダー、いくらの指輪。でもいくらよりちょっとグロそうだよ。確かに色は似てるね。え、待って、こっち来なかった。来たよね。来たわ、戻ってた。すぐ方向地になるからあとないよね。なんかすごい、うん、ヨーロッパみたいなね。海がどこにいるんだ。わあ、なにこれ。指輪調べましょう。指輪、赤い石がはめ込まれた指輪、台座が緩んで石が外れそうになってる。もっと気持ち悪くなった。いや言うて広そうなんだよなこれ。どこ行けばいいの。調べる。心なき四天使、四天使なの。仮面を与えよ。はあ、なんかここのこやつらに、はあ、仮面を与えないといけないということですね。なるほどね。でこちらは、え、なんか誰かいいんじゃん。
また会いましたか。イクラちゃん。デューク、ここで何を？敵ではない。アキナイは場所を選びません。アキナイさんですって。娘さんは見つかりましたかな？いや。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう。ドミトレスクか。すごい。ねえ、いかに。お腹が。彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと何かご入り用では？いやちょっと今はもう20分くらいしか多分ないと思うんで遠慮させてもろって。みんな何？ちょっとさっきの人さマジでどういうことなの？ね、でかそうだったよね。あそこから動けなさそう。確かに間違いないわ。なんかなんもない。いやーなんか広いなー。ここどこ、はあ、広い。ショットガン買えるんですか？嘘。何これ。レドニック様納品。ミランダ様奥様との会談。リューク様商談。うんふんふん。わかんないけど。ふんふんふんって言っとく。美人三姉妹みたいな。わかんない。ショットガン買えるの？じゃあ後でも戻るか。ここは？ここは無理なんだ。何？白いでかい壺。あ、これ。これ？本当だ。ヘイヘイハーブ。ありがとう。あとないよね。なんかある。500レイ。なんかお金？うわ。音がリアルなんだよな。くらいしかない？買えるんだ。じゃあ行こうか。どこだっけ？こっちだっけ？あ、白いやつある。ハンドガン。あとないかな。ここ？あれ？待って、どこだったっけ？どこだったっけ？あ、いや、うん？こっちか。はい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 。ちょっとナイフ持って失礼。いいところに、ちょうど暇していたところです。なんか新商品が入りました。おしゃれだな。何買うんだっけ？武器？武器って買えんの？5500万あんの？ああ、行ってらっしゃい。ショットガンか。ショットガンね。ショットガンね。ショットガン？待って、これ、ん？これ動かせる？これしかできない？これでもハンドガンだよね？ん？アイテム購入で？ごさんこんあるまー。へぇ、全部おしゃれだ。いやー、地雷とかも作れんだ。うわ、大変そうだな、これはまだ。これだ！アイテム購入だよ、ありがとう。これを買えばいいのか。それに興味をお持ちになるのも当然です。すべては投資の一環です。良き日を。みんながショットガンを買わせるってことは何かがあるんだよね、間違いなく。真ん中右？ここ？ここ？ここ来てないとこか。ん？施錠されてる。あ。お金だー。よいしょ。
いや、豪華だな。そこ何？ワインルーム。早くしないと使う機会を失いますよ。嘘、そんな？え、じゃあここら辺は本作でじっくりやる？目？あ、違うよな。だよね、なんかピンとこなかったんだって。これも壊せる。そんなことしてる時間ないの。あっ、違う。宿題戻りますね。聞きながらやります。頑張って。何もなさそうだ。これ走ってる。あ、これ走ってる。 OK。 迷子なりそう。何もない。あー、ここ目使いそうだね。ちょっとその前に、ふう、ハンドガンの弾。いけるね。ふうわー、リアルだなー。あー、虫じゃない。うん、いいや、いいや、なに、いいや、うるさいね、ごめんね。いい、ちょ、待って、ちょ、待って、待って、待って、ちょ、待って、待って、ちょ、待って、待って、ちょ、待って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 、ちょ、待って、いや、無理やんか、そんなん持ってないし。ちょ、待って、死んでから、どっちが、ちょ、待って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 、どこ、ちょ、待って、にしてホールに飾ってあげ。ちょ、待って、え、ドアどこ。いや、ちょ、待って。うるさい、私が。そうよ、いいわ。ところで、どこに行けばよろしいのでしょうか。いや、虫いいんじゃん。ちょ、待って、私、うわ、どっかにドアあった？あ、ここか。なんだその装飾、マジ分かりづらすぎる。完璧だ。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って、何？何？いや、いけそうだね。なあ、もう、うわ、高い。ちょ、マジ勘弁してくれ。虫は来ない？ねえ、去ったね。今日からお城で勤めることになった。使用人が女の人ばかりでびっくり。上司様とお嬢様たちの機嫌だけを損ねないよう強く言われた。どんな人たちなんだろう。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエルお嬢様に粗相をして顔で、じゃない、顔をナイフで切られた。夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろって。きっと私も地下に連れてかれる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。お嬢様がさ、さっきの人なの？もう信じられない。必ず虫連れてくるのやめてほしいよね、ほんと。なんかね、音楽流れてる。誰かいんじゃん、あれスカートでしょ。うん、もうハイズり多いな。魔女なんだ。え、蚊取り線香欲しいな。マジで虫はやめてほしい。もう、しかも何、あの手からなんか出てきたやつ、なんもないのか。え、てか E さんのこの左手どうなってんの。特になんともないんかな。
虫で疲れたわめっちゃキュルキュルなるもん。もう虫のせいだよ。これいけるっしょ。へいへい。ね、飛ぶ虫マジでやめてほしい。もうさーす。どういう部屋なん。え、行き止まりじゃん。いや、どういう部屋なの。テンション下がったよね。ね、間違いない。なんか書いてるよ。はい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 。明かりを、ライトはわかるんだわ。そんな明かりをって言われなくても。さすがに私も明かりを。もう虫。何これ。うわ、酔う。めっちゃ動くじゃん。めっちゃ動くじゃん、これ。シーソーみたいなことそんな原始的な方法じゃない、さすがに。よくさ、こんな熱くないよね。え、これつくの。つくんだ。ちょ待って、ちょ待って、下手くそ、私がね。ちょ待って、いや、待って。おおはいはいはい。いや、ほんと、ため息多くなっちゃうわ。ちょ待って。意外とむずいね、これ。え、こんなとこで苦労するの私だけ。待って、なんでよ。違うのよ。ちょっと待って。え、私今しゃがんでないよ。なに終わる。来た。ナイスナイス急げ。あー、うーなー。いや、ここ急ぎたくないわ。ナイフ使って。嘘、ナイフ使えるの。ここで。ここは無理ないか。絶対出てきそうだもん。だって急いで大丈夫なとこ。ここ本当に逃げ切れる。もうまた適合とか廃棄とかさ、絶対なんかやってんじゃん。地下ってここか。地下に連れてかれる。うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。え、でもここからさ、どうやって行けばいいんだ。あ、こっちか。こういうことか。今んとこなんだあれ。どこ。ろうそくの、あ、老台のところでナイフで揺らせって言ってた。え、あそこでナイフ使えるんだ。そうなんだ。へえ。本当にどんどん行っていいの。だって今めっちゃ落としてるよ。めっちゃ誰かいる。落としてるよ。いや、いるやん。いやいや、多いな。いやいやいや、ちょ待って待って。いやいやいや、ちょ待って。回復回復。うーわ、多い。いや、ちょ待って。落とせばいた。落とせばいたけど。ここは行けないじゃん。行けない。母さんがしくじったせいでこんな面倒な。またあいつ出てきた。いや待って、たまない。ちょ。私なんで玉が。どの道具がいい。嫌です。どの道具も嫌です。どの道具も嫌です。え、どうすればいいの。鍵探せばいいの。何、最悪やん。
いけるいける。どこへ行くつもりなの？うーわーうーわお前マジでふざけんなよ。うーわうーわ。嫌なとこで終わるわ。あれが来るわけですね。5月8日に。あの子かわいいって言ってるの強いよマジで。ここは同じっぽいかな。ようクリアできたな。でも私、いやまあまあでもあれか、みんなのおかげだな。確かにどんどん進まなきゃね、クリアできなかったかもしれない。でも敵多くなかったあそこは。5月8日ね。でも5月8日の前にさ、あれだからね、あの RE3 もあるし、ナイトメアも控えてるからね。クリアおめでとう、ありがとうありがとう、さすがロマありがとう。あの敵殺せないよね絶対、弾がいくらあっても足りないよ。おめでとう、ありがとう。ショットガンは近距離武器なのでギリギリで撃つ効果的です。なるほどね、そういうのもあるんだ。うわーねえ、何回見てもうわーねえ、舐めてるね。まあでも今日さ、あれだよね、あの RE2 のさ、ボス戦といえど短かったし、あの体験版もね1時間ということだったんでね。うん、この1時間でもなんかすごいけどな、疲労2時間か。ありがとうございます、おめでとうなす、ありがとうなす。本編初プレイの悲鳴が待ち遠しいですね。5月8日お楽しみにねしていただいて。そう、主に 虫のせいだよ、みんなに名前呼ばれんじゃん。アロ成分補充できた、よかった。おつわるです、ありがとう。クリアおめでとう、ありがとう。これが最新のって言ってたやつね。クリスさんが、うん、分けありそうだけどね。うん、楽しみですね、バイオビレッジね、楽しみですね、非常に楽しかった、ありがとう。 Thanks for playing。 迷子になりそうですね、本編はもっと迷子になりそう。はあ、悲鳴助かる、そんなことない。あ、ここみさんそろそろ落ちます、明日の配信も楽しみにしてます、ありがとう。明日は11時と20時30分、来れる時にぜひ来てください。おつわろです。いやクリスは RE2 に出てきたクレアの兄でゴリスとネタにされてます。はいはいはい、なんか聞いたなそれ、私もあの殴れるもんね、なんかね、あのよろけた時にね。RE3 とリトルナイトメアがライブされるの楽しみ、ありがとうね。あ、アロ成分補充できたので発作を抑えられそうです。よかったです、ありがとうございます。あいつも楽しいおさ、ありがとうありがとう。メイゴも楽しみに待ってます、ありがとうね。メイゴ期待してる。いやメイゴできればしたくないんだよ、だってぐだるじゃんあれ、申し訳ないもんみんなに。私が地図を覚えられないばっかりに。1、5、6にクリス登場しますので、よかったら使ってみてください。あー本当にね、ごめんね今めっちゃ噛んだね。やってみてください、本当あのバイオシリーズね、他のもやりたいと思ってるからいつかやりたいね。うん、そう、あの
でとりあえず、明日はそうですね、今日が5月2日だから、明日5月3日は、そうね、さっき言ったわ、11時からの午前の部といつも通り20時30分からの午後の部の2部構成で、RE3 の予定ですね。ぜひまた見に来れる方は来てくれると嬉しいです。質問です、メンバー解禁するとしたらいくらくらいですか？そうだな、とりあえずね、そうね、4000時間をね、行かないとさ、メンバーとかもできないんじゃなかったっけ、どうだったっけ。でもそうね、4000時間超えたらメンバーのもね作りたいなとは思ってますよ。うん、いくらとかまだ全然決めてないけどね。はい、日本だって助かる、ありがとね。メイク期待、グダるの助かる、嘘でしょ、グダってほしくなくない。まあそんなね、お優しい言葉もありがとうございます。はい、しっかり休んでね、ありがとう、明日が楽しみにしてます、ありがとう、みんなありがとう、眠りにつけそう、ありがとうね、楽しい配信ありがとう、こちらこそ、そろそろ寝ます、おやすみなさい、午前仕事なのでアーカイブで見させてもらいます、ありがとう、本当アーカイブも嬉しい。そう、4000時間、みんな4000時間を突破させてくれ、お願いだ。もう寝るときに何でもいいからバイオの長いやつつけて寝て。そしたら4000時間がもうちょっとね早くいけるかもしれない。今やっとね半分くらいいけるか、いけたかなみたいなところ。この声が怪しい、ありがとうね、楽しかった、ありがとうね。はい、そう、垂れ流し睡眠していただいてお願いしますね。でもし、まだチャンネル登録してない方は、これを機にねチャンネル登録していただきたいですね。高評価もお願いしますと。はい、今日寝るときにつけとこう、ありがとうね、垂れ流しみします、ありがとう、助かる本当に。というわけで今日はちょっと短めの配信と意外とねなってしまいましたが、そう、 RE2 が意外と早めに終わってしまったので、明日早いので、でもちょっと私にはありがたいかもしれないね。はい、ベルマークの通知もお願いします、ありがとう、その通り、ベルマークしてくれたら私が、配信したよっていう時ね言ってくれるから、うん、お願い。あ、リストね、再生リストね、私実は概要欄に作ってるから、もしよかったらそこ垂れ流しといてほしいな。ね、今んとこ多分セブンと RE2 は作ってたはず、うん、多分ね、うん、なんかはそうあったはず、これからまたやるわ、そこらへんじゃ。はい、ゆっくり休んでください、ありがとうね、得にしてる、ありがとう。団結力を見せるとき、ありがとう、ほんと助かるよ。いやいや、リストありがとう、こちらこそね、ぜひぜひそこのリストから、多分各動画の概要欄に再生リストだよって貼ってるんで、もしよければねそちらから垂れ流していただけると、はい、嬉しいです。4000時間協力させていただきます、ありがとう、ありがとうね。よし、というわけで今日は満足したな、私もバイオエイトビレッジね、めっちゃ楽しみだな。まあそれまでにねゴールデンウィーク期間頑張りますよということで、皆さんもぜひまた明日お会いできることを楽しみにしてますね。はい、応援してます、ありがとう、助かります、こちらこそ。 RE3 は RE2 より迷子になりそうですね、そうですね、頑張っていきましょう。そしてまた皆さんのお力を貸してください、覗き出してくださいね、ありがとうね、メンバーできたなります、ありがとう、ほんとみんなありがとうね、優しい言葉。さあ、そろそろここら辺で、あっあっつっておつあろいきますか、ゆっくり寝てね、応援してます、ありがとうね、みんな優しい言葉ほんとありがとうね。そう、動画垂れ流しといて。うん、ぜひぜひよろしくお願いします。ではではでは、恒例の皆さんよろしいですか。いや、めっちゃどんどんなる。わー、ありがとうね、アンドレ、今日はいつでも。うん、ありがとう、明日ね、明日11時だから、11時からね、とりあえずね。よし、では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 、準備はいいですか、そろそろね。ちょっと待って、カーソルどっか行ったな、あった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 、オッケーオッケー、よし、ではね、ではね、こちらこそありがとう、
みんなゆっくり休んでね。では、おつだろー。おやすみー。